お世話になります、ひとりでございます。別の動画で私デリバードレイドの動画を上げたんですが、その際にハピナスの代わりみたいな感じでデリバードが出るって言ったんですが、実はそのハピナスの代わりみたいな存在がちゃんといました。それはどんなポケモンかというとタブンネでございます。タブンネはですね、どの巣でも出るらしくてですね、かつ報酬がいいという感じで、こっちの方がどちらかというとハピナスっぽい感じではあったかと思います。デリバードは巣が限定されているので、まあ、単純に報酬がいいレイドっていう感じですね。でタブンネのレイド報酬についてはおしゃぼとかがなんかドロップするわけではないらしいですが、経験飴とかね、通常のアイテムが結構いい感じらしいです。なので今回実際にやって情報を共有させていただきたいと思います。では早速やっていきたいんですが、いろんな情報がありますが、まあ多分ねどこでも出るんじゃないかなと思います。ただ一つ注意したいのが、紫の柱では出ないっぽいっていうことですね。私デリバードの時も何回もポケモン変えたりしたんですが、紫の柱で一回も多分ね出ませんでしたので、おそらく赤の柱だけでしか出ないと思われます。まあとりあえずその方がありがたいと思いますので適当に入れていきましょう。なのでここの厳選とかも特に必要ないですね。単純に中身を確認して、それでみんなで挑戦で変えていくっていうのが無難かと思います。本ボタンで設定から1日進めるって感じですね。これで、出していきましょう。まあなので自分がね他のお目当てのポケモンもいましたら、そういうところを利用してねついでにやるみたいな感じが一番効率いいんじゃないかなと思います。よし、ようやく来ましたね。多分ね、ただ4つ星なんで5つ星どうせならやろうかなと思います。出るまでやっていきましょう。また出ましたね。すぐ3分ぐらい出てたかな。でもこいつじゃないんだよ目的は。もっと頑張ります。また出てきましたね。三つ星ですけど漢字のやつが出てこない。ただこいつも1分ぐらい出てきたんで、まあなかなか頻度的にはそこまで少なくなさそうですね。また4つ星出てきましたね。でもすぐ出てきましたが、こいつには用はない。連続で出てきたけどこいつも4つ星で用はなし。また4つ星だね。よっしゃ、ようやく来ましたね。なかなか時間かかりましたね。4、50分ぐらいかかっちゃいましたが、こいつ戦っていきたいと思います。疲れちゃった。出てきたら、まずはねやめるを押しまして、必ずレポートを書いておきましょう。そうしないと今までのね労力が無駄になってしまいますので、でやっていきましょう。ではい、それで何回かちょっと戦ったんですけど、あのハピナスと同じような要領でやるとできないんですよね。ネギアナイトと石変人でやることはちょっと難しかったんで、格闘タイプの中で一番ね火力高いやつでやっていきたいと思います。そいつがローブシンですね。持ち物こだわりハチマキでございまして、で努力値については AS ブッパですね。攻撃と素早さを最大限まで上げておきましょう。で性格については攻撃が上がるね性格にしといて、特性は鉄の拳でパンチを使う技の威力が上がるっていうね夢特性のやつにしときましょう。技はインファイトですね。これだけ覚えてれば大丈夫です。これ2体でねやっていきます。はい、タブンネちゃん来ましたね。で技についてはインファイトですね。もちろん使う技は、はい、インファイト、まあそこそこ入るっていう状態ですね。ネギがないとかだとスターアサルトの反動で動けなくなっちゃうんで、一旦倒さない限りはあんまり一番いい選択肢とは言えないんですよね。はい、2ターン目これで終了。半分ぐらいまでしか削れないですね。はい、インファイト。はい、3ターン目もこんなもんか。やっとむきついな、遅いな。はい、ラストかな。これで4ターン目かな、倒せたの。まあそんな感じで結構ねきついっすね。まあ捕まえなくてもいいっすね、もちろんこれは。はい、でアイテムについてはやっぱアイテムはすごいいいですね。普通に XS3 個、 S3 個、 M3 個、XL も3個、 L も3個だし、ただマックス鉱石1個ですね。デリバードとか2個だったけど、でダイマックス飴3個ということで、不思議な飴はもういっぱいありますね。 1,2,3,4,5,6 個かな。なんでやはりあのアイテム自体は非常にいいですね。ただお見せした通り2台持ちで最大火力のポケモン使ってもおそらく 3,4 ターンはかかってしまいますので、効率的にはそんなに良くなさそうです。つまり経験飴とか集めるんだったら抜け人レイドとかの方が全然効率良さそうですね。でマックス鉱石だったらデリバードとか、というか経験飴とかでさえも手に入るのはこいつ3個ですから、一度に XL とかは。ですのでデリバードを数回その間にこなせると思いますので、あいつ行ったら倒せますので、デリバードの方が全体的に効率いいんじゃないかなとは思いますね。じゃあこいつの活躍場所はどこだよっつったら、まあ出てきた時に倒そうよっていう感じですね。そんぐらいの役にしか立たないかもしれませんが、とりあえずね今回はご紹介させていただきました。この情報を知ればね多少皆さんの悩みは解決できてるんじゃないかなと思います。多分ね